大学4年生、21歳の時、バイクに乗ってて、自分が悪い事故だったんですけど、最初の頃は多分、あまりパラリンピックとか多分何も考えてなくて、健常者の大会に出場していってたんですけど、健常者の大会で優勝したいなって言って、健常者にまずは勝ちたいっていう、それをかなり強く思ってましたね。何回出場しても2番、2番、2番だったんですよ。本当に一番になれなくて、一番に憧れて、その時は多分、競技始めた頃は多分思ってたと思うんですけど、健常者に勝ちたいっていう、今は全然そういう気持ちは全くないです。ちょっとまた原点に戻って、もう一回ちょっと強くなりたいっていう気持ちが一番かもわからないですね。もう多分、あんまつらいことは多分あんまりないと思うんで、ただ、このね、2年半ぐらいはずっと肘の痛みに悩まされたので、そういった部分ではとっても辛かったですね。で、痛みが辛いんじゃなくて、自分の才能を生かしきれない、才能はあると思ってるんですけど、結局競技力に反映させたいのに反映させられない、逆に記録が落ちていくっていう、そういう経験してた時がやっぱり一番辛くて。競技のことばっかり考えてたらダメだなっていうのは思ってます。だから家族のことも考えないといけないし、仲間のこともやっぱ考えないといけないしっていう感じで、楽しくやれることが一番大事かなとは思ってます。今、特にパワーリフティング、たくさんのメンバーで東京パラリンピック出場しようっていうふうになっているので、そういうみんなで一緒に行きたいなっていうのが今一番強いかもわからないですね。そういうことも考えられる余裕ができたっていうか、その締めの割合がただ変わっただけだったんだけど、それも嘘かもわからないですね。こういうインタビューの時も結構ね、自分を作って喋るからダメなんですよね。だから多分そうですね、やっぱ強くなりたいのがやっぱ基本ですかね。